さて、山口放送では今週を未来とつながるウィークとし、テレビとラジオで SDGs について皆さんと考えています。まずはこちらをご覧ください。高松さん、このクッキー材料何だと思いますか？一見普通のクッキーに見えますよね、はい、ちょっと色がついてるから紅茶も入ってるのかな、うん、なんて想像はしますが、はい、実はこのクッキー、大切な農作物を守ることにつながるのかもしれないんです。取材してきました。クッキーの正体を探るべくお邪魔したのは田臥農工高校です。こちらに今日の生徒さんがいらっしゃるということなんですが、あ、音が聞こえてきました。あ、おはようございます。よろしくお願いします。あ、もう早速準備をしてたんですね。はい、生地を練ってました。今日クッキーを作ってくれる田臥農工高校食品科学科3年の田村菊乃さんです。ポイントは今日何ですか？じゃあ今日はこちらを使います。え、これ何ですか？バッタです。バッタ？はい、バッタ。え、そう、田村さんが作るのはバッタクッキー。こちらは実際に田村さんが同級生と一緒に去年の秋捕まえた少量バッタとおんぶバッタ、内臓などを取った後茹でて乾燥させました。この学校にある附属農場の田んぼで生物生産科の先生から害虫として駆除してほしいと頼まれたバッタを食材として利用します。はい、バッタは作物を育てている人からしたら作物を食べてしまう害虫。一方で調理すればタンパク質や食物繊維を豊富に含んだ食材となります。田村さんは栄養があるのに駆除されてしまうバッタをどうにかして食べられないかと試行錯誤を繰り返しました。また害虫駆除としてだけではなく、バッタをはじめとした昆虫食は限られたスペースで手軽に飼育できるため、世界的な人口増加で懸念される食料不足の解消につながる食材としても注目を集めています。バッタクッキーの作り方はシンプルです。まず乾燥させたバッタを粉状にしていきます。もう大丈夫です。随分細かくなりましたね。はい、ご覧ください。さっきのそのバッタの形はもうほぼありませんね。はい、ありません。そして作っておいたクッキーの生地と合わせ練り込んでいき、形を整えて焼きます。待つことおよそ15分。できました、バッタクッキーです。焼きたてのバッタクッキー、見た目はもうどこにバッタが入ってるかって分かんないですよね。分かんないんです、ね、こんがり焼けてて、マスクしてますけどとてもこういい焼きたての香りがしますもんね。いただきます。初めて。うん、とってもシンプルな優しい甘みが感じられる普通のクッキーですよ。はい、そうなんです。いや、でも田村さん違う、ピョンって跳ねる感じでバッタの香りしますね。エビの後味がする甘いクッキーって感じ。そうですね。ね、驚いた。状態だと食べにくいっていう方もいらっしゃると思うんですけど、うん、ここまで後味でしか分からないくらいになると皆さん抵抗なく食べられると思います。バッタについて教えてくれた田村さん、来月には高校を卒業しますが、将来は学校の先生になるという夢が。昆虫食を教える立場になりたいと思っています。大学でこういう環境とかのことを学んだり、生物の生態だったり野菜のことを学びながら、自分が次は昆虫食ってこういうものなんだよ、美味しいんだよみたいなことを教えていける立場になれたらなと思っています。駆除されてしまうものから栄養を取ることができる新たな食材として注目を集め始めているバッタ。田村さんが開発したクッキーのようにレシピが広がり、これからもっと身近になっていくのかもしれません。
最近話題でよく目にしたり耳にしますが、はい、うん、美味しいんですね。そうなんです、粉にする前の状態でいただいたんですが、小エビの唐揚げみたいな、この状態を、はい、でしたね。稲の害虫に食材が活用されるっていうすごいいい循環だなと思いました。はい、まあ、世界の食糧難を救う存在としても注目されている昆虫食、田村さんがこれからどのように研究を進めていくのかも含めて今後も注目したいと思います。なお田村さんたちが食べていたバッタは消毒などの処理をきちんと施したものです。独自の方法では口にしないでください。